魚です。なあなあ、まさみつくん。何よ。この間難波行った時の話なんやけど、うん、道歩いてたら目の前に一匹の犬が近寄ってきて、うん、まあ、首輪ついてたから飼い犬やとは思うんやけど、飼い主さんはその場にいてなかった。ピンの犬が、うん、でその犬が俺の前に立ち止まって吠えてきた。おう、よく見てみたら地面を足で示してるような感じでこっちに向かって吠えてきてた。うん、これはもしかしてこの下に何か埋まってるんじゃないかと思う。うん、人の目は気になってんけど思い切って掘ってみることにした。でしばらく掘ってたら、こう土じゃない物体に当たって小さめの黒いカバンが出てきたよ。で開けてみたら、こう札束が入ってて、やった昔話のまんまやって思ってんけど、これって今の時代やったら警察に届けなあかんよな。で警察届けてお金の持ち主がわからんかった場合、もらえる権利は俺にあるのか、その犬の飼い主さんにあるのか、どっちなんかなって。まさみつくんどう思う？ナンバって舗装されてない掘れる道路あるんだ。一番思ったのは、人目が気になるようなナンバに舗装されてない道路あるんだだね。え？あ、大きく離された2番目に思ったのは、掘るための道具持ち歩いてるんだ。それはすぐ横にダイソーがあったから、そこでスコップ買ってきて掘ったよね。ああ、そうなんだ。そうなると話は戻るけど、難波のダイソーの横に掘れる道路あるんだ。あんな難波の中心部に舗装されてない道路あるんだ。俺が意見聞きたいのはそこじゃない。え？じゃあ3番目に思ったことを教えて。3番目以下はないよ。こっちはナンバー掘り出したところから話入ってきてない。ちゃんと思い出して。思い出す？これどうしたらいいと思う？まあ本当だとしたら、区役所あたりに電話して、もしもし、ナンバーに舗装されてないところがあるんですけど舗装してくださいって言おう。せんで絶対驚くと思うよ。え、ナンバーに舗装されてないところがあるんですか？あ、ちょうど今年度末じゃん。年度末といえば、え、分からん。道路工事が多いでしょ。絶対舗装してくれるって今言ったら、あ、練習しとく。もしもし、なんかに舗装されてない道路があるんですけどって。練習いらん。いらないの？え、やらなくてもできる、うん、ちゃんと、もしもし、なんかに舗装されてない道路あるんですけど言える？うん、まあほんま信じてないかもしれんけど、ほんまになんかに掘れる道路があって、あの、言っとくけど俺、難波に掘れる道路があっても掘らないよ。人目が気になるから。いや、道が汚いから。え、難波って来ている人全員唾吐きながら歩く街でしょ。そんなことはないです。難波の街って全部汚いのよ。あのスプラトゥーン的に言えば、唾チーム 100% の街。それが難波。ブルーバーン。あ、そうだけど汚い、掘りたくない。それが難波。まあ、とにかくその掘り当てたお金をどうしたらいいかなっていう。お金？寄付して舗装してもらおう。じゃあ。